藤川真一は、日本のプログラマ、経営者、埼玉県出身。モバイル端末向けのツイッターウェブサービス型クライアント、モバツヨを2007年4月に開発した。ハンドルネームは、F シーン。高校時代からパソコン通信に興味を持ち、コミュニケーションを提供する仕事に就きたいと考えていたが、大学卒業時にはその業種に進むにはどうしたらよいか、わからずに別業種にプログラマーとして就職する。その後、デジタルハリウッドで知り合ったベンチャー企業の社長に誘われ、ウェブ制作業界に転職する。学生時代にやっておいて良かったことの一つとして、パソコン通信を挙げている。2010年7月には自社でコミュニティを作る事業をやりたいと述べている。小学校高学年の頃からパソコンに触れる。中学生の頃にファミリーベーシックを知り、プログラミングを開始。しかし、本格的に開始するには至らなかった。高校時代にパソコン通信にはまる。月に10万円もの電話代がかかって、親に殴られた経験を持つ。このことにより、パソコン通信とは一旦距離を置くこととなる。大学生になり、パソコン通信を再開。また、同時期に研究で必要だった C 言語を学ぶ。ファクトリーオートメーションの装置メーカーに就職し、業務で必要であったプログラミングに本格的に取り組むこととなる。その後、業務で必要とされた HTML をデジタルハリウッドで学ぶ。2000年、デジタルハリウッドに特別講師として教えに来ていたウェブ制作会社の社長に誘われ転職。転職先ではフラッシュ制作や動画ストリーミングのコンテンツ、管理システムに携わる。当時のインターネット上でのコミュニティに違和感を持っていた藤川はソーシャルネットワーキングサービスやソーシャルブックマークが台頭する Web 2.0 時代の到来で自身の求めるコミュニティ像や今後の方向性に気づくこととなる。その結果、個人向けのネットサービスを提供していたpaperboy&co. へ2006年に転職。しかし、同社では EC 事業部でショッピングモールの開発を行うこととなった。paperboy&co. 所属時にツイッターに出会い、自身が目指すコミュニティの姿の一つだと気づく。2006年当時にツイッターにあった日本語での使用のためのバグを直すためのプログラムを書き始める。ツイッターを触っていくほど、ツイッターは携帯端末で隙間時間に更新することにも適していると考えるようになった。藤川は携帯用のツイッタークライアント、モバツイッターを開発。iPhone がまだ日本で売られていなかったため、モバイルでツイッターを使うための端末として携帯を選んだ。当初はビジネスにするつもりもなく、個人で運営していた。その後、モバツイの登録者は2010年秋には95万人ほどになる。自分のやりたいことを実現するために2008年末には、paperboy&co. に1年後に退社する旨を伝える。その後、好評だったモバツイが Google AdSense で利益が出るようになったこともあり、モバツイでのビジネスを考える。2010年1月早々社設立。その後、2010年9月には、マインドスコープ株式会社に社名変更した。マインドスコープ社には、paperboy&co. 創業者の家入一馬など3人を役員として迎えている。2012年5月1日、株式会社ジグ.jp によるマインドスコープ社の完全子会社化に伴い、藤川は社長を退いた。2012年11月、早々社を設立。バイアウトされたマインドスコープ社への合併、社名変更前の社名を新規に登記した。ありがとうございます。